運動療法血液の質を改善する方法が呼吸と食事であるとすると血の流れすなわち血液の循環を良くする方法の第1は運動療法です人間は動くものすなわち動物であり眠っている時以外はある程度は動き回るように作られています運動による骨格筋の収縮によって血液がよく循環し の流れも良くなります。よく動き回る人ほど長生きし、肥満もありません。しかし、現代人の仕事の多くは、机にかじりついて、コンピューターのキーボードを叩いたり、書類を書いたりしていることが多く、出かける時も歩かずに自動車を使うことがほとんどで、使う筋肉が偏り、運動不足になりがちです。また、休日には家で、 寝転んでテレビ新聞雑誌を見ながらお菓子を食べたりお茶やお酒飲んだりして過ごす人が多いようです。これでは健康によくありません。運動不足解消のためゴルフジョギングエアロビクスなどさまざまな運動が行われスポーツクラブなども繁盛しています。運動療法にはどんな運動にも共通するルーの法則という3つの基本原理があります。 1, 1運動すればするほど体は発達する2運動しなければ体は衰える3運動しすぎると体は故障するどんな運動でもルーの法則に従い適度に行うことが必要です毎日一定の時間自分が気持ちよくなる程度に行うのが原則ですはじめは短時間にして 少しずつ運動時間を増やすのが原則です。何日もサボっていて、突然ある日だけ思い出したように長時間運動しても、あまり効果は上がりません。また、歯を食いしばって、難行苦行で運動をするのは、病気治療には逆効果になり、体を壊すだけの結果に終わります。運動するといっても、がんなどの病気の人は、 十分なな休息とと睡眠が必要なことは言うままでもありません病気にかかった場合は一般的には安静にしていた方がいいのですがそれは急性疾患で熱があるとか全身倦怠感が強いとか嘔吐や下痢があるとか動悸や息切れがするとか激しい頭痛やめまいがあるとか体のどこかに激しい痛みがある場合などに限ります。 がんなどの慢性疾患で大した症状もないときは安静ばかりとっていたのでは体が衰弱するのを早めるだけです最近は外科手術の後でもなるべく早く離床した方が合併症も少なく経過がいいことが証明されていますよく運動する人の方ががんになりにくいことは統計的にも証明されています健康を維持するだけなら 何も特別な運動をしなくても日常生活でよく動き歩き回るだけでも十分です。水事洗濯掃除買い物庭いじりなどをこまめにやればかなりの運動量になります最近日常の生活の水事洗濯掃除などはいい加減にして文化講座やスポーツクラブなどへ通うことがより高級で価値があるのだ。 といいいううよなな風潮ががははびここっていますすれは大きな間違いです日常の雑事を立派にこなすことの方が大切でしっかりやれば健康にもよく一石二鳥ですそれで余裕があれば好きなスポーツもいいでしょうしかしスポーツにはそれなりの欠点もありますので注意が必要です一般にスポーツはどのような種目にしろ 使うところが限られていますゴルフ、テニス、野球などは一定の偏った方向へ体を強くひねる動作があり激しく使う場所が限られています。このためやりすぎると体に悪影響があります。オリンピックの入賞者などの一流選手は体の故障が多くて思ったより寿命が短いことが知られています。これは 偏った運動も種類選んで適度に行わないとかえって健康に悪く軽い運動のはずのジョギング中に心筋梗塞で死亡する人もいますがんを治療する場合は日常生活でこまめに動くことと自分の好きなスポーツを疲れない程度に行うこと以外に 特別な運動が必要となりますん治療に効果がある運動療法とは体を総合的にバランスよく運動させ基地の流れを良くする方法ですこれには私の見解では2つの方法ありますその2つとは気候と溶ガです他にもがん治療に効果のある運動法がありますがその源流は 気候もヨーガも運動する中で全身の血液循環を良くし筋肉と骨格の歪みを矯正する効果がありますこのようにして東洋医学で有機地の循環を改善しがんを消滅させていきますヨーガでは生命エネルギーのことをプラーナと言いますがこれは気と同じことを言っています